茜に染まるカフェテラス、タキシュコーヒーの香りに乗って単語のリズムが物売れに、一人寂しくステップ踏めば私の心に風が吹く。このままあなたが来ないなら、今夜は誰かと驚かな。シルバームーン、レッドムーン、冷たいあなたは上海ダンディ。時短の煙が目に染みる。はい、鈴木孝之です。今回お届けするのは、超時空要塞マクロスより、林民明の曲を2曲お届けします。まず聴いてもらったのはですね、シルバームーン、レッドムーンという曲です。聴いてもらってわかる通り、デートで待ちぼうけ狂っちゃった女の子の話ですね。これね、ひどくてですね、一番聴いてもらった通り、夕方のカフェで、待ちぼうけ食らった女の子の話なんですけども、2番はですね、予約してたディナーの場所に行って、それでも彼氏は来ないっていう内容になってます。ひどいですよね。よかったら原曲の方を聴いてみてください。この曲ね、元から前から好きなんですけども、これ特にですね、ラストの1番のラストの歌詞がすごく好きです。時短の煙が目にしみる。これね、時短って何だろうって調べたところから始まっててですね、私の好きはですね、時短ってね、フランスのタバコの銘柄でした。これを知って、ああ、そういうことなんだって、本当はどういう意味かは分かんないですけど、私なりの解釈が出来上がってですね、ああ、なんか可愛い歌だなって思えるようになりました。要はですね、夕方カフェで待ち合わせしてて、彼氏来ないと。で、単語のリズムが聞こえてきたんで、心の中で踊ってみたら、ちょっとは気が晴れたと。で、その勢いで、来ないんだったら誰かと踊っちゃうぞみたいなことを思ったんだけど、やっぱり上海ダンディは来ないと。で、そんな時ほろっと思わず泣いちゃったんでしょうね。で、泣いちゃったんだけど、いや、これは泣いたんじゃないぞと。タバコの煙が目に染みちゃっただけなんだよって、ちょっと強がるところが、ああ、可愛いなーなんて思って、それで好きになった曲ですね。このタバコからすると、本人タバコ吸う人なのかなともちょっと思ったんですけどね。そこら辺どうなんでしょう。そしてもう一曲は、言わずと知れたというか、劇場版超時空要塞マクロス、愛を覚えていますかのエンディング曲になってます。天使の絵の具ですね。はい。愛を覚えてますかを聞くと、その後に1、2、3、4って言って、この曲につながる、そんなイメージのある曲です。聴いてください。ではまた。黄昏映す窓辺へと舞い降りる、きらめきそよ風吸い込んで、空を見るとき、悲しい出来事がブルーに染めた心も、天使の絵の具で塗り替えるよ、思いのままに